はい、こんにちは、レトルトと申します。犯人は僕です。実況プレイ始めていきたいと思います。露天風呂編ですね。緑川水野と1日目、疑われてきましたが、まあ、疑われたっていうか犯人なんだけどね。はい、疑われてきましたが、なんとか脅して弱みを握り、なんとかなりました。そして2日目午前、これはおそらくピンクの桃井だね。わーんって、なんだ、人の悲鳴が、上がるだけで後ろ暗い不安に襲われる。穏やかな朝は一瞬で終わりを告げ、俺は声のする方へ急いだ。なんだ、何を見つけたんだろう。なぜか、あ、なぜか土屋の部屋で木田と桃井が向かい合う形でそこにいた。そうか、土屋が一体どんな人物だったかがちょっと分かってくるのかな。大声出して何があったんだよ。桃井、水野に続いて叫び声を聞いたメンバーが続々と集まった。あ、泣いてる。木田くん、女性を泣かすとはどういうことですか。貴さん、桃井に何したんかっちゃは、待て、誤解だ。俺は最初に駆けつけただけで。シャッシは、水野の拳が木田の顔にめり込む寸前。え、私があんなこと言わなければ。どういうことかな。あ、みんなこれ見て、桃井が突き出したのはなんともファンシーなスマホだった。すげえ、なんかポケットに入りづらいスマホケースやってる、つけてる。桃井のスマホだよな。うん。それとあなたが泣いていたこととどうつながるのかしら。私ね、旅行前に土屋くんの相談に乗ってたの。白鳥って俺のことどう思ってっかな。はあ、嫌ってるようには見えないかも。マジ？うん、旅行で告っちゃえば。ほう、恋の相談ですか。恋、白鳥に告白していた。ここから返信がなかったんだよね。こんな形で気持ちを知るのは悲しいわね。白鳥が犯人だと思うのか、桃井は。もしかして俺じゃなくて白鳥が疑われるのか今回。そう白鳥がこぼした途端、桃井の顔つきが変わった。へえ、今初めて知ったみたいな口の聞き方だね。なんだ、桃井の様子が変だぞ。そうよ、初めて知ったわ。何が言いたいのかしら。みんなさ、黒田くんばっかり疑ってるけど、犯人は白鳥さん、今ので決まり。え、そうか、前回は俺ばっか疑われたけど、黒田ばっか疑われたけど、そうか、共犯だから相手が基本的に疑われるパターンもあるってことか。話が全く見えませんね。面白い。土屋くんは白鳥さんと会って白鳥さんに殺された。だいぶぶっ飛んだ推理だな。白鳥もさすがに動じていない。まだ言いがかりか。私、土屋くんと会ってないわ。わー、さらに実況ありがとう。さっきから何なのかしら、説明してくれる。は、土屋のスマホだ。桃井のやつこれ見てワンワン泣いてたんだ。割れてる。白鳥ってさ、俺のことどう思ってっかな。嫌ってるには見えないかも。マジ、旅行で告っちゃえば。今から告ってくるわ。11月28日20時5分未送信。告るって白鳥だよな。この時間帯はまさか俺が覗きを始めた時間。もしかしてさ、男湯で告ろうとしてて、だから二人がやってきたのかな。あの、普通だったらさ、男湯にいたら普通はなんか裸じゃん。でも裸じゃなかったから、土屋自体もさ、もしかしたら男湯で告ろうとして白鳥も呼び出したみたいな。この時間帯はまさに俺が覗きを始めた時間。未送信マークがついてるでしょ。私に送信したつもりでできてなかったんだね。ほうほう、土屋は告白に行ったのに白鳥が会ってないと嘘をついてるってことかな。その通りだよ。もう真っ黒だよね。驚きの黒さ。私に会いに行く途中で亡くなったと考えればいいじゃない。悲惨な事故だったと思うわ。事故イコール俺のことですね。なんで告白するのに男湯に行く必要があるのかな。それは土屋くんにしかわからないわ。それに白鳥さん、私たちとお風呂一緒に入らなかったよね。何してたんだろうね。思った以上に白鳥押されてないか。水野も怪しんでるぞ。ストップ。お気づきかもしれませんが、この場には全員いません。ぜひぜひその素晴らしい推理を会議でプレゼンすべきだと思います。もうやるじゃんな、黒田。うーん、ちょっと怪しいかな。やばいぞ白鳥、みんな桃井の意見に傾いてるじゃないか。この黄色も、黄色は俺の黒田とのことは結構信用してるけど、
白鳥のことはあんまどうでもいいと思ってる感じなのかな。そうだね、どうやって殺したかとかお話楽しみにしてるね。まずいですよ。おー、こんな塩らしい白鳥なかなか見れないよ。そうして俺と白鳥を残してみんなが部屋を出ていった。白鳥、言いかけたところで白鳥はしっと人差し指を立てた。ライムで話せってことか。白鳥、どうするつもりなんだ。これは今までにない展開だな。白鳥が捕まれば俺も道連れにされるだろう。二人で助け合ってきたけどいいことばかりじゃない。共犯はリスクも二人分だ。なるほどね。裏工作、桃井の矛先。まあでも憶測でしかないからな。スマホ、白鳥からだ。私に疑いがかかるのは予想外だったわ。推理は間違ってるけど犯人は当ててるのよね。すごいわ、冷静に褒めてる場合か。このライムのさ履歴なんか警察になんかなんか見られたりしないのかな。どうするのか考えろよ。土屋くんに会ってない証拠がない以上疑われるでしょうね。ちなみに土屋とは本当に会ってないの？会ったのはあなたがやってしまった時。白鳥が土屋と会ってない証拠か。本当に会ってないのかな。私の容疑が覆せないのであれば桃井さんにも同じ土俵に上がってもらうまで。どういうことだ。あなたお得意、弱みを握ってお黙らせるのよ。頼りにしてるわ。これお得意なのやだな。軽く言ってくれるな。大変なんだぞ。なるほど、桃井の弱みか。ありそうだな桃井の弱み。とりあえず桃井の部屋行ってみるか。桃、一歩踏み入れると部屋はむせ返るようなバリナの甘ったるい匂いで満ちている。いつにも増して香水がきつい。香水きつい女やだな。わ、お手入れ。ご機嫌な様子で香水を吹きつけている。これ以上ここにはいられない。じゃあ聞いた、木田が、最初に桃井のところに駆けつけたんだっけ。ああそうだ、あいつ土屋のスマホ見てワンワン泣いてて。あ、なんだよ急に。つうか桃井、何勝手に土屋のスマホ見てるんだよって話だよな。怖っ。言われてみればそうだな。俺も見るけどね。これ何、これなんか落ちてる。お前全部食ったのか。あーちょっと甘かったけど腹減ったから食い地張ってるな。特に関係なかったか。そろそろなんかちゃんと調べないとバッドエンドになったりもありそうだな。下手に動き回れないと。俺が頑張るしかないってわけか。売店でなんか買ってる、メガネが。緑川がぼーっと突っ立っている。どうしたんだろう。おばはんには喋りられないと。こいついなかったよさっきね。そういえば赤西だけ来なかったな。赤西、桃井の叫び声聞こえなかったの？最悪の目覚めだったな。なんだ、聞こえてたんじゃないか。赤西は俺を尻目に前橋を取り出した。わざわざ持ってきたのか。ここに橋があるじゃないか。あー、今はその話よせ。桃井が、桃井が何だって。スペシャルエビ天ぷら御膳。うわうまそう、うまそう。なんか桃井の情報が引き出せそうだよな。赤西が前橋を使う理由はなんかあんのか。赤西が食いつきそうな話題を見つけてこなきゃいけない。売店のこいつがさ、あ、いえ別に何でもないですか、あっち行ってください。何でもないやつの覗き方じゃないよね。土屋くんは白鳥さんのことを好きだったんですね。あー、白鳥の犯人疑惑のせいでインパクトが薄くなっちゃったけど全然知らなかったよな。黒田くん、告白のご経験は。え、さっきからなんだ緑川、ぼーっとしてたし、まさか恋煩い。こいつも白鳥が好きなのかな。だから何でもないと言ってるでしょ。あっち行ってください。冗談のつもりだったけど、なんてわかりやすい。緑川恋煩い。なやそれ、いらんわそれ。それ、その情報を赤西いるかな。あ、いらないって。緑川のことなんかどうでもいいわな、そりゃ。こいつなんか、あーダメか、桃井はまだダメと。あ、まだ全員のとこ行ってないからね。青色水野、今日はちゃんと温泉入れるかな。
レディース装置よりこっちの水野の方がいいよな。ね。ねえ、黒田、昨日の温泉どうだった？昨日？そうそう、会議の後温泉に入ったんだけど、お、なんだこれ。ヒャッフーって感じ。あー、ムカつく黒田、探偵気取りでさ。っていうか今って貸し切り状態。すげえいい家だなこれ。イエーイ、温泉にダイブ。ドボン。どうしたどうした。なんかちゃコンプロは熱すぎんのかな、それとも冷たいのか。温泉熱すぎて軽く火傷したんだよ。貸し切りって仲いい仲良しの桃井と風呂に行かなかったのか。桃井は入った後だったんだ。あんなに熱いなら桃井も教えてくれればよかったのに。昨日は別々に入ったんだな、一応覚えておこう。何があんだろうな。昨日の女湯は熱すぎた。なんか関係あんのかな。木田。ああ、ダメか。ツコロン熱すぎることが、もしかしてなんか赤西が気になってることだったりはしないよな。どの順番だろうね。ピンクに聞けばいいのかな。ダメか。あー、全然すまねえぞ。緑？あ、そうだ、白鳥の温泉は熱すぎたのかっての聞けないかな。ダメか。結構難しくなってきたぞ。青も聞いた、ピンクも白も黄色も聞いて、売店も聞いた。ということはこの先の女湯が、あ、何も無意識に女湯に行こうとしてしまった。あ、緑川の部屋に何かある。パーフェクトアジェンダ旅行計画。可愛いとこあるな。でもひらがなで書いてあるな。綴り間違いには安心すら覚える。これはおそらく緑川がバカの一つ覚えみたいにアジェンダアジェンダって言ってる計画表だろう。旅行計画以外の記述を2つ見つけた。1つ目はこれ。赤西君には困ったものです。協調性がまるでない。しかし彼があんなものに興味を示したのは意外でしたね。おお。2つ目はこれ。2回目の会議で水野さんの意外な一面を知りました。水野さんは動揺すると方言が出るんですね。わら。ビジネス用語と出会った時のようなときめきを感じます。ああ、好きなのか水野のこと。おっといけない、今は彼女のことを考えている場合ではない。この気持ちはクローズしましょう。そうか、水野が気になってるんだな。おっといけない、今は緑川を面白がってる場合じゃない。このノートはクローズしよう。なるほど、これを利用して赤西のこと何なんだよっていうのを緑川から聞くと。うん、アジェンダアジェンダ、赤西が興味を示すものを知っている。なあ緑川、赤西って何に興味あるのかな。あいつのこと何も知らないし仲良くなりたいんだ、教えてくれないか。ほう、あなたに彼の情報を教えるとして。お前俺にどんだけの弱みを握られてると思うんだ。え、見返りってさらっと教えてくれよな。ダメです、個人情報ですからね。失礼します。わかった、そうだ、緑川あの情報なら食いつくはずだ。水野の情報。水野が火傷したらしいぞ。知ってるか、水野が火傷したの。なんと、お前薬とか持ってきてたよな。リーダーのお前なら水野を助けてやれると思ったんだけど。いや、これじゃあ見返りどころかさらにお前を頼ってるだけだよな。これをどうぞ。旅館限定納豆&生クリームまんじゅうを取り出した。え、いらないよ、俺が欲しいのは赤西の情報だ。彼は変わった食べ物に興味を持つようですね。昨日彼が買っていたので私も買ってみたのです。これで仲良くなれるといいですね。水野さんのことはこの私にお任せください。それでは。緑川結構好きになってきたぞ俺。なんか可愛げがあるね。さあ、実は変なものが好きっていうね。赤西、食事中に悪いんだが、そう思うのは後にしろ。かつく黙々と天ぷら、本当は天ぷら御膳なんか食いたくないんじゃない。俺さ、納豆&生クリームまんじゅう買ったんだ。へえ、お前見る目あるな。俺も買った。うわ、マジで買ったんだ。もう食ったか。うん、赤西にあげるよ。どうしてお前が買ったんだろう。俺は食った感想が聞いてんだよ。え、あー、まあまあだったよ。今考えたら、あー、信用ならねえ。今から実食します。
赤西が見る中、俺はまんじゅうを口に運んだ。うわ、今すぐ口から放ちたい。うまいって言わなきゃダメなんじゃない？うまい。赤西とは気が合いそうだな。気が合うだ？俺があんなクソまずいもん食うわけねえ。は？対する赤西は最後のエビ天ぷらをうまそうに口に運び終えた。でも買ったって聞いたんだけど。土産用にな。お前みたいな反応見れるんなら買ったかやったわ。己緑川、確かに好きとはどこにも書いてなかったけど。まあ笑わせてもらった。話あんだろ。おう。不良が少し心を開いてくれた。さっき桃井のことで何か言いたげだったよな。言いかけたよな。ああそれな。お前使った橋はどうする？え、洗うけど。あいつそこの橋入れに戻した。ええー、じゃあこの橋入れ、桃井が使った橋が混じってるってことか。俺が前橋使ってる理由分かっただろ。汚ねこいつ。まあ普通に汚いよな。なんで戻したんだよこいつ。育ちが悪すぎんのか。そう言って赤西は食器を下げ、食事どころ出て行った。天然だからで済ませていいのかな。一度使った橋を走れに戻していた。潔癖の人が聞いたらそっと落ちそう。潔癖の人は多分ここのこういったなんかみんなが使ってて洗ってるような橋は多分使わないんだろうな。お前汚ねんだよお前。おかみさんと。昨日の温泉の件はすまなかったね。確か温泉が熱すぎて水野が火傷したんだっけ。温泉とっても気持ちよかったですよ。最高。気持ちよかった？水野は火傷したと言ってたけど、白鳥に聞けばはっきりするだろう。うん。白鳥、昨日は風呂に入ったか？あなた誤解を招くタイプね。お前臭いんだよみたいな言ってるように聞こえるじゃん。そうだな、聞き方が悪かった。昨日の温泉熱くなかった？ええ、女湯の温度調整が行き届いてなかったみたい。そうか、つまりこれって桃井が風呂に入ってない。くせんだこいつ。白鳥、桃井は風呂に入ってない可能性がある。彼女身なりだけは徹底してるわよ。だけど桃井のやつ、昨日の温泉が気持ちよかったと言ったんだよ。それはおかしいわね。よくやったわ桃井不潔説。それで白鳥、俺は桃井の部屋に調べたい、緑川の時みたいに部屋から連れ出してくれないか。協力は惜しまないけど、どうやって連れ出すの？連れ出すには食べ物。温泉は多分行かないよね。桃井はかなり食い意地が張ってるんだよな。昨日も食べ過ぎて腹を壊すほどだった。となると土屋の部屋のお菓子を食べたのも桃井だな。だから食べ物で釣ればうまくいくはずだ。なるほど、いい考えだと思うわ。よし、桃井の部屋に行ってみよう。いいですね、なんかうまくいってんじゃん。俺は隠れて桃井と白鳥の様子を伺う。何の用かな。あ、犯人だって認める気になった？その話は会議でのお楽しみにとっておきましょうか。あと私あまりギスギスしたまま過ごしたくないのよ。美味しいおまんじゅうがあるんだけど一緒にどうかしら。まんじゅうってまさか。白鳥もなかなか腹黒い。お断りします。あら、どうして？殺人犯からもらった食べ物食べるわけないよね。こいつ意外にやるな。あ、ダメだったか。あ、ごめんよ、ダメだったわ。温泉ってことか。どうして桃井が風呂に入らなかったか気にならないか。ええ、私もそれは気になるわ。真相を確かめたい。一応聞くけど覗くつもりじゃないでしょうね。一番覗きたいのは白鳥だからな。前科はあるけど真面目に。冗談よ、じゃあ行ってくるわね。よし、桃井の部屋に行ってみよう。行くか桃井風呂に。はいはい。これから温泉に行くんだけど一緒にどうかしら。お断りします。あら、どうして？殺人犯と二人きりなんて無理。逆に考えれば二人きりじゃなければ温泉に行くということだ。じゃあ水野、あれ、あ、怪我を。緑川ありがとね。これでお風呂も問題なく入れそうだ。この程度、リーダーとして当然のことをしたまで。また不調があればいつでもこの緑川を呼んでくださいね。メンバーの健康と安全第一が何を差し置いてもプライオリティが高く。あ、黒田どうしたの？またあなたですか。水野、なんか白鳥と桃井が揉めてるみたいだ。え、二人が？ちょっと行ってくる。あー、水野さん。まあうまくいってもね。俺は白鳥が今のとこ一番好きだな。俺は隠れて桃井と
白鳥の様子を伺う。私も隠すつもりなんでしょ、見え見えなんだよ、私を殺すつもりなんでしょ、だからやっぱり殺人犯と二人きりなんて無理。温泉行くの？え、水野ちゃん、水野さんもどうかしら、桃江さん三人なら安心でしょ。まあ水野ちゃんが一緒ならいいけど。いいよ。桃江のやつ、水野が一緒なのに嫌そうだったな。なんかあんのかな、入れ墨があんのか。でもそれはどちらかと水野だもんな。これは灰皿に燃えかきの書類が置いてあった。損害賠償。桃井の部屋から出た悪臭で被害を受けた住民が支払い請求してしたもの。ゴミ屋敷の住人なのか。これを燃やしていたということは聞き入れるつもりなさそう。だから香水でバンバンごまかしてんだ。悪夢のようなゴミ屋敷なんだろう。片付ける習慣がないことに赤西の話で納得がいく。だから戻してたの橋を。人様に迷惑をかけるゴミはで誰かが片付けてやらないとな。なるほど。お、こんなに光り物、まるでカラスみたいな女だな。アクセサリーはわかるけど旅行に雑貨はいらないよな。ん？鈍く光るものが落ちた。あ、何？何が落ちたの？鍵。一体何の鍵なんだ？桃井の部屋から見つかった鍵？お、どんだけ詰め込んでんだよ。うん。うわ、適当に入れてんだなこれ。と同時に、なんだこの匂い。香水とは違う悪臭が俺の鼻を襲った。うわ。げー、なんで服からこんなヤバい匂いがすんだよ。やべえこいつ。縁画帳、香水、ぐおー、好奇心に殺された縁画帳だこれ。どこの鍵なんだろう。あ、ピンク入ってねえ。今女子全員でお風呂入ってるんだよな、気になる。あれ、桃井、へ、白鳥たちと一緒にお風呂に入っていたはず。どうしたんだこんなところで。今お風呂からが、桃井先に入ってるよ。今からお風呂に入るところだよ。いいからあっち行っててよ。桃井はお風呂に入る気がないのか。でも1日目は入ってたんだよね。女を覗けないかな。ダメか。風呂も入るのが嫌なの？超風呂嫌いってことかな。現状の関係をブレイクスルーするためにベストプラクティスな方法は。緑川が何かブツブツ言ってる。やはり恋文ですかね。どうすればあの人の心にアサインしてもらえるのでしょうか。頑張れよ緑川。まあ確かにちょっと応援したくなるな。うん、緑川無理だと思うが頑張ってくれ。なんか赤がいる。赤、何か用か。うん、そういえばこのまずいまんじゃ誰にあげるつもりだったんだ。知り合いにリアクションが面白いやつがいてな、そいつに食べさせるつもりだったんだよ。普通あんなまずそうなもの渡されて食べるか。それは心配ない。そいつ女からプレゼントされると何でも喜ぶか。これ前作のやつでしょあれ、黄色の女友達に協力してもらって渡すつもりだ。かわいそうなやつもいたもんだ。多分あいつのことだな。お、杉の間。そういえばあいつのお部屋調べてないな。どうして桃井は土屋の部屋に入ったんだろう。目的もなしに他人の部屋に入るか。歌詞を取ったんじゃない？これ調べてみよう。父や、これ全部食ったのか。俺は少し食べてやめた。すごい甘かったんだ。何気なく袋の裏の原材料を確認すると賞味期限がかなり過ぎている。ここの旅館やだな。うん、あ、そうなんだ。へえ、温泉にあのお菓子が置いてあるのって空腹状態でお風呂入ると危険だから置いてあるんだ。それ結構な雑学だぞ。荷物の中から鍵付きの手帳が見つかった。鍵付きって人に見られたくないものなのかと邪推してしまうな。そういえば桃井の部屋から小さな鍵が見つかったな。これなの。土屋の部屋から桃井が拾ったことは確定だな。早速土屋の手帳読んでみよう。有言実行という言葉がある。口にしたことは成し遂げろってな。星、ちょっと痛いな。人に宣言したら勇気が出るかと思ったけどやっぱ無理。
未送信になったのも神様が告白はまだ早いって言ってるのに違いない。告白してなかったんだ。これはきっとこの証拠が会議の行方を大きく変えるはずだ。来ましたね、告白は思いとどまっていたと。これはもう完璧ですね。これはもう多分2日目の、桃井の疑いはおそらく矛先はね別に向くでしょう。ほいということで、今回はこれぐらいにしておきましょう。ご視聴ありがとうございました。次回はちょっとね会議パートで、桃井の疑いをね、晴らそうと思います。桃井のあと誰が疑うんだろうな。多分赤色、赤西じゃないかなとはなんとなく、で最後黄色かなと、友達の黄色かなと思うんですが、はい、ということでやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。よければ高評価ボタン押してってください。次回に続きます。レトルトさーん。